アイテム番号 SCP-999 オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-999 は望む限り施設を自由に散歩することを許されていますが、それ以外の際には檻にいなくてはなりません。対象が夜に檻から出ることは許可されておりませんし、また施設の外に出ることはいかなる時間帯でも許可されておりません。檻は清潔に保たれ、そして食事は日に2回取り替えられることになっています。すべての職員は他に仕事がない時、または休暇の時に限って SCP-999 の檻に入ることを許可されています。対象が退屈な時、穏やかで非攻撃的な声色で話しかけたら、職員は対象と一緒に遊ぶこともできます。説明。SCP-999 はピーナッツバターに近しい粘土の、大きく、まとまりがない、ゲル状で半透明、約 54kg、120ポンドのオレンジ色のスライムのように見えます。対象の大きさと形は絶えず変わっているにもかかわらず、大抵は大きなお手玉型の椅子のような外観をしています。SCP-999 の組成は油性の、しかし近代科学では未知の物質で構成されています。また対象はオレンジ色の塊を取り巻く薄く透明な膜以外に発生のための器官を持っていないように見えます。対象の性格は、遊びたがりで犬のようだ、と最もよく述べられています。例えば対象はアプローチされた時、最も近い人間に向かってズルズルと這いずってからその人の上空に跳躍し、2本の義足で人間を強く抱きしめて、その間3本目の義足でその人の顔を撫でつつ、またずっと甲高い、ゴボゴボ、と、グーグー、という音を撒き散らします。SCP-999 の表面はその、強く抱きしめた人の誰にとっても心地の良いそれぞれ異なる香りを発散します。記録された香りは、チョコレート、洗いたての洗濯物、ベーコン、バラ、そしてプレイブ、子供用のカラー粘土。SCP-999 の表面にただ単純に触れることで、急激な多幸感が発生します。そしてその多幸感は SCP-999 の肌に長く触れれば触れるほど激しくなっていき、しかもこの存在からは語れても長く継続するのです。対象の最も好む行動はある人の首から下をすっぽりと覆いつつそしてくすぐりレスリング、であり、しばしば行われます。これは SCP-999 に覆われた人がやめてと要求するまで続きます。とはいえ、その要求はそう簡単には通りませんが。この存在は誰とでも触れ合いますが、その一方で何らかの経緯で傷ついたり不幸になっている人々にはとりわけ強い興味を持つようです。ある末期的なうつ病に苦しむ人は、SCP-999 との触れ合いを経ると完全に回遊しとても前向きな人生観を持つようになって戻ってきました。抗うつ剤として SCP-999 の一部を市販する可能性について議論されてきました。その遊び心のある振る舞いに加え、SCP-999 は全ての動物を、その中でも特に人類を、愛しているように思えます。いかなる肉であれ摂取するのを拒むだけでなく、自分以外を救うために自らの命を危険にさらすことさえします。動物たちに向かって銃を撃った人間の前に跳躍し、弾丸を受け止めることすら。対象の知性はまだ議論できるほど成長してはいませんが、その振る舞いは幼稚とはいえ、人間の会話とおおよその近代科学、銃を含む、を理解しているように思えます。この存在の食べ物は、すべてキャンディとお菓子であり、お気に入りは M&M、S チョコと熱紅茶のウェハースです。これらを食べる様子はアメーバのそれに類似しています。ホイ SCP-999-A。下記は、SCP-682 を SCP-999 に触れさせることにより、SCP-999 が SCP-682 の世界に対する奮闘を鎮めてくれるのではないかという希望のもとに行われた実験の報告書である。SCP-999 は SCP-682 が封印されたエリアに投下されます。SCP-999 はすぐに SCP-682 に這い寄ります。999。意気揚々とした、ゴボゴボ、音。682。人知を超えたうなり声。うなり声は収まらない。なんだそれは。SCP-999 は甲高い叫ぶような音を発しながら犬のように飛び跳ねて SCP-682 の前まで移動します。682。うなり声、いとわしい。SCP-682 は即座に SCP-999 を踏みつぶし、真っ平らにしました。SCP-682 が再び話し始めたとき、観察者たちは実験を中止するところでした。682。ブツブツと、何か理解できない声でつぶやく、なんだこれは。低い発声、まるで含み笑いのような、私は感じるぞ、かゆみを、私の中に。SCP-999 は SCP-682 の指の間から、SCP-682 の体の側面を通って這い上がり首に巻きつきしがみついたら、優しく SCP-682 の仮足を撫で始めました。大きな歯を見せた笑いはゆっくりと SCP-682 の顔に広がっていきました。682。深く微笑んで、私は感じるぞ、おお、気持ちいい。気持ちいい。笑え、気持ちいい。気持ちよい。SCP-682 は笑いながら、しかも時折大爆笑に至る一歩手前にまで高まりながら、気持ちいい、と数分間繰り返し、仰向けで尻尾を床に凶暴な力で叩きつけながらゴロゴロと転がりました。682。怒鳴るような笑い、やめろ、もうくすぐらなくてもいい。まだ笑い続けている？ SCP-682 と SCP-999 の、くすぐりレスリング、は、SCP-682 がとうとう疲れ果ててその顔に笑顔が浮かんでいるように見える眠りに落ちるまで続きました。何の活動もなかった15分間のち、2人の D クラス職員が SCP-999 を回収するためにその部屋に入りました。SCP-999 が取り除かれた時、SCP-682 はすぐさま起き上がり、ずっと熱狂的に笑いながらその体から正体不明のエネルギー波を放出しました。そのエネルギー波の範囲にいたすべての職員はその壊滅的な笑いの発作にそっと押し、SCP-682 の脱走とその過程にいたすべての人間の虐殺を許してしまいました。その間、SCP-999 はすぐにできるだけ多くの職員を救助し、エージェントたちが SCP-682 を沈め抑制する間、職員たちを SCP-682 の、笑いの波から回復させるため安全な場所へと運んでいました。SCP-682 がその施設に起こしてしまった悲劇にもかかわらず、SCP-999 は SCP-682 に対するいささかの恐怖も見せることはなく、その実再び SCP-682 と、遊びたい、と示すジェスチュアまで行ったのです。SCP-682 はしかし、あの汚らしい小さな鼻水の群れは、削除済み、して、そして死ぬのだ、と断言しました。ドクター、のメモ。その実験は失敗し、悲劇に終わってしまいましたが、その一方でそれは私がこれまで見てきたものの中で最も滑稽なものになってしまったのです。まさか私が SCP-682 を、可愛らしい、などと思う日が来ようとは。この実験の一部始終を記録したテープを私に送ってください。できるだけ早く。